はい、どうも皆さん、こんにちは。はやドラです。ですね、今回はですね、スマブラスペシャルで、自分が個人的に難しいなって思ったところをやっていきたいと思います。やっていくっていうか、まあ、こうやって攻略すれば簡単だよ、みたいな感じの動画です。はい。でですね、最初はですね、ここですね。ギガクッパと戦うところですね。はい。これでわかるかな。まあ、アドベンチャーを進めてたら、ギガクッパーと戦うところがあるんですけれども、そこですね。すげえ適当だな。大丈夫かな。まあいいや。で、キャラクターは、フォックスです。で、スピリッツなんですけれども、ファイと砲を使ってます。まあ、ファイは通常必殺技強化なんですけれども、別になくてもいけます。で、砲を空中ジャンプ追加なんですけど、これもなくてもいけます。まあ、なくてもいけるんですけど、まあ、あった方がいいよ、みたいな感じですね。じゃあ、やっていきましょう。はい。まあ、やり方は、ここ来て B 連打するだけですね。で、まあ、クッパが来たら、こっち側に行って B 連打。これだけですね。で、最初ミスったんですけど、基本的にダメージ食らわないと思うんで。今のはちょっと危なかったです。B 横の方がいいと思います。あ、やべ。まあ、100% 以下だったら死ぬことはないでしょう。コツは、クッパの攻撃が終わった後に B 横すれば、安心です。安心というか安全です。じゃあ初めからそうしろっていうね、話なんですけど。で、ここぐらいでやめるのがいいです。で、炎は無視しちゃっていいと思います。はい。B 横なんですけど、別にクッパに当てなくてもいいです。ただ向こうに行くだけが目的なんで、当てる必要は全然ないですね。はい。まあ、多分、簡単にクリアできると思うんで、このギガクッパが強くて倒せないよという方は、一回試してみてほしいです。はい。あ、やべ。まあ、慣れてなくても、まあ、3回ぐらいやればできるんじゃないかな、と思います。まあ、最初、被弾食らっちゃったんですけど、まあ、被弾食らっても大丈夫です。まあ100% 超えたら、まあ、注意して、やるだけですね。はい。まあ、こんな感じで、クリアできるんで、やってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。